やばい、来たよ。来た。こっち、こっち、こっち、こっち。狙ってる、狙ってる、狙ってる。狙ってる、狙ってる。ということで、今日は企画がございます。私たちが大好きなお菓子をたくさん持ってきました。というわけで、この梅とか、タラタラしてんじゃねえよとか、マイボーたちを、ちょっと餌にして釣れないかなってちょっと思ったんで、やっていきたいと思います。これで鯉を釣ります。釣りまーす。さっきね、大きいのが浮き狙って、逃走突っ走ってたから、はい、うまい棒は釣れると思うわ。いいですか？いいよ。うまい棒ですね、まず。これは何味ですか？このコンポタージュ。コンポタージュ。さあ、この絶品うまい棒を食べるのは誰なのか。うん、うまい。うましかって。あ、でかっ。食べられたね。お、食べられたね。でかくね、今の。でかい、でかい。今バーンってきたね。これはバコーンってきたね。これは釣りたい。いいね。見たい、見たい、これ。あの浮いてるやつだよね、餌。うん。でもちっちゃいのいっぱい来とる。あ、めっちゃある。大きいのが濃い。多分ファってくるよ。反射してるんだよね、めっちゃ。やばい、来たよ。来た。うわー、惜しい、惜しい。やばい、来たよ。来た。うわー、惜しい、惜しい。取られた？取られたね。俺も釣るしたよ。めいちゃんも次、うまい棒つけてみる。ほい、うまい、いいね、ベリーグラッド。取られた？取られたかな。多分ないね、回収しよう。そういう時はハリスをもうちょい長くして、浮きを上に上げて、ガンダムを遠くしたらいいよ。うん、浮きからちょっと近すぎるかな。ね、近いね。あ、来た。あー！来た。あー！来た。あー！来た。来た、来た、来た、来た。やばー！来た、でかい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 。でかい。佐々木、やばい、でかい。でかー、有言実行。でっか、さすが成長しましたね。成長しました。マジででかい。やばくない？やばい、でかい。やば、これ釣っちゃったね。これはもう一本の動画になりますね。事件、事件。すごいね。すごい、めっちゃでかい、ね、やっか。愛ちゃんの顔とどっちがでかい？あ、決めた。あ、頭持って。せーの。え？おい。いや、多分、あ、暴れたら下行くんじゃ。おい、何してんだお前。ムシを殺すな。どういった？私が逃がし損ねたテラピアを救出中。おお、生きてる？ありがとう。ラッキー。はい。今行ったよね。行った。よかった。ありがとう。次は何ですか、餌は。タラタラしてんじゃねえよ。タラタラしてんじゃねえよ、餌にして。タラタラしてんじゃねえよです。これで何が釣れるんでしょうかね。これは GT ですね。やばい。GT。タラタラは餌持ちがいいはずよ。だから一発飲みしてくると思う。大きいやつが。お、来た。大きいのが近づいてきたぞ。タラタラは餌持ちがいい。トロトロ餌持ちがいい。来た。うわ、すごい。あ、浮きが、浮き外れた。浮きが、あ、浮き食われそう、これやばい。浮きが、浮きが、浮き、俺回収しに行っていい？うん、どうやって？うん、あの下まで、あっち流れていったところ取るの。うん、やばい。頼む、食うな、食うな。おし、ナイス。はい、タラタラしてんじゃねえよの餌でやっていきたいと思います。
ます。乗ったなって感じたら巻いたらいいかな。まだちっちゃい、ちっちゃい。こいつはずれ。釣れてる？来た！来た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 ！惜しい！あ、来た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 。巻いてみ、巻いてみ、巻いて巻いて巻いて。あ、取れた。吐き出した。あ、でかいのいる、でかいのいる。見てるよ見てるよ。でかいのいる、見てるよ。ほちほちほち。大きいのいるよ。大きいのいるよ。大きいのいるよ。まだいる。ほちほち。まだいる。まだいる。ほち。あ、来た。でかいの来た。欲しい。ほち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 。狙ってる狙ってる狙ってる。狙ってる狙ってる。あ、うい。まだ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 。まだよまだよまだよ。まだよまだよまだよ。まだ。狙ってる。大きいのがやばい。あ、食べた。フッキング。あ、欲しい。あ、吐き出した。ゆっくりゆっくりゆっくり。待って、飲んだ時に飲んだ時に。飲んだタイミングで巻いたり。あ、いるいる。狙ってる狙ってるよ。あ、外れた。楽しい。楽しい。惜しい。めっちゃ惜しい。多分そろそろ大きいの。大きいの来ると思う。タラタラが最強かもしれない。ね。あ、いた。飲んだ飲んだ。あ、大きい大きい。でかいでかいでかい。すごいすごいすごい。いやいやいや、こっち持ってかれる。おーおめでとう。ピーターした今の。すごい、めっちゃでかい。すごい、でかい。おめでとう。やった。今2匹目っしょ。2匹目。よし、あと最低8匹か。よし、行くぞ。タラタラがいいね。面白かった今見てて。え、これは一回つけ直した方がいいよ。つけ直し、うん、やったー。ポイってしといて、多分食うよ、そこ食うと思うよ。俺がカメラで追っておこう。でかいのいるよ、食った。見た？おー、見た見た。あいつら多分味しめてるから食うよ、次。針先を、そうそうそう、軽く、そうそうそう、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。そんな感じ。よし、オッケー。あ、めっちゃでっかいのあるよ。あれ、来い来い来い、来た。てりーん。糸張り気味で、あの竿に行こう。張り気味で、あの竿に行こう。今多分ヒットした。いや、ヒットしない。あ、今一瞬、多分食ったらすぐ離しちゃうから、食ったタイミングでやったらいいかも。惜しい。そう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 。あ、でもおるおる、来た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 。あ、すごい。あ、バラした。最近バラしがち。キュン、オッケー、いいね、うまい、ベリーグッド。ヒット、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 すごい、すごい、大きい、大きい、ちょっと待って。すごい、すごい、もう、あげた方がいい。うん、愛ちゃん、取ってあげて。いや、バッチリ取れてる。カメラへ。ナイス、でかい、でかい。すごい、すごい。はい、ナイスフィッシュ。上手。やったー。いいね、でかいね、でかいね。張りがかりもバッチリやね。何匹目？3かな。3？ 目標まであと2匹です。ああああああ、おー、来た。すごい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 。オッケー、おめでとう。オッケー、愛ちゃん取ってあげて。でかくね。ナイス。4匹目。すげえ、でかいよこれも。でかい、ね、でかい。タラタラいい感じ。タラタラが一番釣れる。タラタラいい感じ。よし、次は何を使うんですか。寝干しを使っていきたいと思います。イエーイ。これ釣れんのかな。やってみて。何でも食べるよ。匂いは強烈だと思うよ、一番いいね。寝干し絶対美味しいよ。感謝して魚。これは釣れるのか。やべえ、人気ねえぞこれ。ちょっとアピール力弱いか。軽く巻いたりアクションつけたら食うかもね。梅干し人気ない。あ、来てるよ。あ、食いそうだね。みんなめっちゃ厳しそう感じて逃げてるけど。みんなちょこっとかじって逃げるよ。梅干し人気ないね、なんか。なんでかな、酸っぱいからかな。おー、いい、いいフッキング。あ、来た。
人オッケー、うん、はい、釣りました。これ5匹目じゃん、もしかして。5匹目目標達成5匹目おめでとう。5匹目、ティラピアですね。やったー。 いいね。一番ちっちゃかったのだけど、ね、けど今日いいサイズいっぱい釣れてる。それでね、ちょっとポイント移動したいと思います。いいっすね。浮き輪食うな。これ釣れてない？釣れてない。これでかー。おお、でかい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 。ヒットー。釣ったね。一番でかいやつが見えてた。やばいっすね。引いた？来ましたよ。でかくね、ここサイズが出るね。来ましたよ。素晴らしい。やっぱタラタラしてんじゃねえよ、様様です。一番釣れる。はい、お、人あ、すごいはい、釣りました。たくましくなったな。餌はタラタラしてんじゃねえよ。詳しくなったなってなんだよ。どっちが先に釣るのか、果たして。はい、ちゃんは釣り歴半年、めいちゃんは1日目。頑張る二人とも、日は暮れている。お、愛ちゃんの人が。釣ってしまった。やっと。あいちゃん今日めっちゃ釣ったね。苦戦した。今日爆釣。爆釣しましたね。すごい。今日爆釣はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。こんな暗い時間まで何時までやっとんねん。ついついやっちゃいましたが、でも今日の釣果はなかなか良かったよね。うん、もう目標の5匹釣りましたし、うん、ちゃんと釣れました。私も鯉は釣れなかったんですけど、こんなのは釣りました。これはちょっと盛りすぎた。これぐらい。次はどこに行きましょう。海で。海で。はい、はい、じゃあ次は海で美味しいお魚をたくさん取っていこうと思いまーす。イエーイ。イエーイ。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。真っ暗すぎるな。うら。もうやばいよ。暗視カメラで撮った方がいいレベル。もう日暮れからだって1時間近く経ってるんじゃない。ね、ま、ナイトショットの時間よ、もう。本当ですね、ナイトショットの時間ですね。じゃあ帰りますか。帰りましょう。お疲れ様でした。